王都が陥落した。目的は指輪を奪うことだった。王子、いつまで守られる側でいる。世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。ここで死ぬならば、それが世界の運命だ。どんな犠牲が出ようとも、前に進み続けなければならない。常に胸を張れ。カップヌードル15当たる。